皆さんこんにちは。これからこの見学のしおりを使って皆さんを伊方発電所の構内にご案内したいと思います。紹介伊方発電所屋内編。伊方発電所は四国の西部、愛媛県伊方町の佐田岬半島にあり、左から1号機、2号機、3号機です。今回は3号機の設備をご覧いただきます。3号機は大きく3つの建物でできています。背の高いドーム型の建物は原子炉建屋といい、放射線を遮るために1メートルを超える厚さの鉄筋コンクリート壁でできています。その内側には厚さ 4.5 センチの鉄板でできた格納容器があり、その中に原子炉や蒸気発生器などの重要な設備が収められています。すごく頑丈そうですね。その手前は原子炉補助建屋といって、中には発電所の運転制御を行う中央制御室などがあります。さらに海岸の近くの建物はタービン建屋と呼ばれ、発電機やタービンが入っています。それではこれから建屋内にご案内いたします。原子力発電所に入るなんてドキドキするな。大げさなんだから。もうこちらはタービン建屋です。この中には発電機と大きなタービンが3つあります。タービンは蒸気の力で1分間に1800回転し、同じ軸でつながった発電機を回して電気を作っています。1分間に1800回転ってすごい速さだね。次は原子炉補助建屋にご案内します。こちらは3号機全体の運転を監視制御する中央制御室です。ここでは運転員が計器やモニターを通して原子炉や発電機など様々な設備の状態をチェックしたり、発電所周辺の放射線の量などを監視しています。中央に座っているのが当直長です。運転実技をはじめ豊富な知識や高度な技術を必要としますので、原子力発電所運転責任者という資格の認定を受け、さらに3年ごとに更新し続けなければなりません。責任重大な仕事ですね。でも夜とか休みの日はどうするの？運転員は1日に交代の24時間体制で勤務しています。点検などで発電を停止している時でも動いている設備があるので、運転員がいなくなることはありません。では話を聞いてみましょう。たくさんの機械やスイッチがありますけど、間違って操作しちゃったりしないんですか？はい、運転員に配属されると私たちは設備や機械についてしっかりと学びます。その上でそれぞれの持ち場において一人一人が緊張感を持ちながら確実な操作を行うことを心がけています。さらに相互のチェックも欠かせません。安全への鍵は一人一人の責任感とチームワークと言えると思います。大事なのは人の力ってことなんだ。ではこれからこの原子炉補助建屋にある重要な設備にご案内します。ここの扉は他のところより丈夫そうだな。これは水密扉といい、浸水を防ぐために密閉性に優れた頑丈な作りになっています。厚さはおよそ15センチもあるんですよ。伊方発電所は海抜10メートル地点に建てられており、想定される最大級の津波が来た場合でも建物まで届くことはないと考えています。しかし万が一に備え、重要な設備がある部屋の扉は水密扉へ取り替えました。扉は開放中です。それでは中に入りましょう。この機械は普段動いていませんが、発電所が停電するというもしもの場合に備えて常時スタンバイしている非常用発電機なんです。地震などにより停電したときに10秒以内に自動的に起動します。そういえば福島第一の事故は
津波で全ての電源がなくなったから大事故につながったって聞きました。そうなんです。もしもの際、何より大事なのは燃料を水で冷やし続けることなんですが、そのためには水を送るポンプの電源を確保することが重要なんです。点検している人にも話を聞いてみましょう。このディーゼル発電機はもしもの時に使う非常に重要な設備です。そのため点検や起動試験をしっかりと行っています。点検の際には目で見て、耳で聞いて、匂いを嗅いでなどと五感をフル活用して点検をしています。なお、万が一この非常用発電機が動かない場合に備えて、福島第一の事故の後、32メートルの高台に空冷式非常用発電装置を配備したり、発電所の外から新たに配電線を引き込むなど、非常時の電源確保対策を大幅に強化しました。それではいよいよ原子力発電所の心臓部である原子炉や蒸気発生器を見に、ドーム型の建物、原子炉格納容器の中に行きましょう。はい。こちらが格納容器の最上階です。中央にある設備、この下に原子炉があります。原子炉の外径は直径およそ4メートル、高さおよそ12メートルのカプセルの形状です。運転中の内部はおよそ320度、157気圧という高温高圧になるため、厚さおよそ20センチの鋼鉄でできています。燃料はペレットと呼ばれる直径およそ8ミリ、高さおよそ1センチの小さな円柱に焼き固められ、長さおよそ4メートルの燃料棒の中に収められています。この燃料棒を束ねた燃料集合体が3号機の原子炉には157体入っています。そうなんだ。ちなみにこの小さなペレット一つで一般家庭のおよそ半年分の電気が作れるんですよ。あんなに小さいのに。この量の電気を石油で発電すると20リットル入りのポリタンク26個分必要になります。さあ、見学に戻りましょう。上部から銀色の太いパイプが出ている大きな設備が蒸気発生器です。高さおよそ21メートル、重さおよそ330トンあり、3号機には3機設置されています。大きな夜間が3つあるってことだね。蒸気を作るという意味では良い例えですね。ここで作られた蒸気がタービンへと送られます。だんだん各設備の関係が分かってきたわ。こちらは使い終わった燃料を保管する使用済み燃料の貯蔵プールです。わあ、大きなプールだ。原子炉から取り出した直後の燃料はまだ強い放射線と熱を出していますので、冷却するために水の中で保管します。水面から貯蔵している燃料まではおよそ8メートルあり、水が燃料から出る放射線を遮っているため、このようにプールに近づくことができるんです。水が大切な役割を果たしているんですね。この水がなくなると燃料が損傷したり、強い放射線が外に出てしまいますので、もしもの場合に備えてプールの上から水をかけるための放水砲を設置したり、建物の外のポンプ車からプールに注水するための配管も設置しました。ここにももしもの対策がいろいろあるんですね。何よりも安全が最優先ですからね。はい。伊方発電所の内部いかがだったでしょうか。普段入れないところを見ることができてよかったです。ただ漠然と危ないってイメージがあったけど、ちゃんと管理や対策がされてることが分かりました。百聞は一見にしかずですね。最後になりましたが、伊方発電所では国の定める基準を満たすことはもとより、福
福島第一原子力発電所の事故に学び、万が一の事態にも対応できる安全性の高い発電所を目指していきたいと考えています。本日はご見学ありがとうございました。またお会いしましょう。